どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日8月13日お盆に入りました。皆さんの町でもお盆の飾り付けが進んでるのかもしれません。ちなみにね、私の住んでいる広島県ではお盆にはね、お墓になんかこう灯籠をねこう立てるんですよ。ですんですごくきらびやかで華やかね。それから私の住んでる地区では都会に出たね人たちが帰ってきて、いわゆる里帰りの土地なんで路上駐車が頻発するんですよね。それからスーパーは大儲かりです。でもそんな中閉店するスーパーもあってね、ちょっと寂しい気持ちもしますね。地域に愛されて利用されてきたスーパー、そしてある人にとってはそこがパート先だったりバイト先だったり自分のお店だったりとかするところ、そういったお店っていうね、人と人との交流の拠点がなくなっていくのは非常に寂しいことだなと思いますね。ただ私たちはインターネットを介して、インターネットの中でも商売ができますんで、まあ私なんてのはね、その典型ですけども、こうやって情報発信しながら皆さんとのご縁をいただいて、一つ一つの問題解決を、していく中で、対価をいただくって形になっております。やっぱ今ね、情報によって人の悩みが解決される時代なんですよね。まあ代表的なのが、美味しいお店を探すみたいなね、食べログみたいなのがありますけども、もうね、店を経営するよりも食べログを経営した方が儲かる時代であって、食べログの方がロスもないですしね、情報販売ですから、ものすごく粗利もでかいという、皮肉な状態になってます。その食べログっていう会社も、結局は、リアル店舗がなければ成り立たないっていうことになってますし、最近ではね、ちょっとテーマが違うんですけども、ひろゆきっていう人がね、インターネットの掲示板を作ったひろゆきっていう人が、まあ話題になることが多いんですけども、あの人っていうのは結局、誰かが何かをしたことによってケチをつけたり、上げ足を取ったりとかして、それが受けてるっていう商売のスタイルなんですよね。で、ひろゆきさん自身は自分のことを別に何かね、紹介したわけでもないし、自分の身元がバレてるわけでもないし、とにかく無防備な、攻撃されないようなフランスですか。ああいったところからインターネットを通じて日本人をバカにしながらお金を稼いでるというね。で、それを好きな視聴者さんがたくさんいるっていうのもまた、時代なのかなと思っちゃうところですけどもね。はい。それでですね、今日お話ししたいのは2つのビジネスのことなんです。1つはね、8月16日21時から、その株のズーム対談をするんですよ。もちろん私は株の話はできません。投資の話や FX の話はできるんですけども、株だけはね、手つかずなんですよ。ですんで、私も勉強する意味を込めて、8月16日火曜日21時から、週刊中年ジャンプのね、株スクールを運営しているストーンさんとの対談を決めております。皆さんもご存知だと思いますんで、株や投資に興味がある方はぜひいらしてもらいたいなと思います。そこでね、FX と株の特徴ってのもお話しできるかもしれないですよ。FX と株って、チャートとかね、ローソク足が同じですから、同じように分類されるんですけど、実は全く違うもんですからね。似てるところは確かにあるんですけども、FX ができるからといって株ができるかって言うと全くそんなことありませんから。まあ、ですんで、FX がちょっと難しいなと思って株に行くと、また株も難しいなってことになっちゃうと思うんですよ。根本は同じですか。投資の根本っていうのは、まずは基礎用語をきちんと覚えて、株でも FX でも、理論理屈っていうのをちゃんと頭に入れて、つまりテクニカルってやつですね。そうやって入れていかないと、結局どこに行っても、迷路に迷うことになっちゃいます。まあ、考えてみればね、同じですよね。例えば部活とかに例えたら、こう、球技ってあるじゃないですか。球を使うスポーツ。やっぱり何かの球技で上手な人って別の球技もそこそこ上達は早いんですよね。でも、ある球技で挫折した方が別の球技に行ってもやっぱり上手くならないんですよ。だからなんか物を扱うとかね、人を扱うとかサービスや商品や情報を扱うってことにまずは何でも慣れておくと、ジャンルが変わっても、そこそこついていけるんではなかろうかと思いますね。はい。ということで、8月16日火曜日21時からは1時間の時間を取りまして、ストーンさんと株のコミュニティについてね、お話ししていこうかと思います。ストーンさんの株のコミュニティが結構ね、絶好調みたいなんで、すごいなと思います。はい。奥さんおはようございます。皆さん、巨大スーパーといえば私の時代、イトーヨーカドーが強かったですね。一昔前はイオン。イオンも今は強いかなと。そうですね。最近ね、広島県の西条というところに、夢モールっていうのができるんですよ。夢タウンっていうのは、泉系列ですよね。夢タウンっていう、そういったショッピングセンターがあるんですけど、それのちょっとでかい版で夢モールっていうのができるみたいです。非常に楽しみで、29のテナントが入るそうですね。うん。でも残念ながら、ちょっと動画にも上げたんですけども、西条の大自然はこれにて失われたということ。非常に残念ですけどね。田んぼがまたね、コンクリートに変わってしまったと。昔、コンクリートから人へって言葉がありましたけども、なんか日本の山河の風景からコンクリートへみたいなね、
非常に冷たいような雰囲気が出てくるんですけども、日本の自然は一体守られるんでしょうか。最近はね、メガソーラーあちこちに張り巡らされて、もうなんか地球じゃないみたいな環境ですよね。で、メガソーラーのソーラーパネルってものすごく産業廃棄物なんで、これから20年後、30年後の私たちの子孫をかなり悩ませると思いますし、問題になるんじゃないですか。怖いと思いますよ。今回の上海電力の件もね。はい、清美さんおはようございます。3時頃に雨が降ってましたが、やめましたねと。はい、3時頃私寝ていましたけども、でもね、雨ね、ちょっと降ったみたいな感じですよね。今日もタコ丸さんにお邪魔しますんで、ぜひよろしくお願いします。ただね、ヤマト君今ちょっと眠ったんですよ。ですんで、もしかしたら、ちょっと遅くなるかもしれないですね。あと状況によっては行かないってことはないと思いますけども、もしかしたら2時とか3時とかに、おやつの時間にお邪魔するようになるかもしれませんけども、必ず伺いますんで、無理してね、テンポを長くやっていただく必要はないんですけども、来るんだなと思ってください。ただ、12時までに行けるかどうかはね、あんまり自信がありませんので、そこはご容赦ください。またいつものように、大和くん用のたこ焼きと、あとね、たこ焼き2つを用意して、合計3つで、オーダーしようかと思います。その他に、大和くんも、もしかしたらアイスクリームね、今日も食べるかもしれませんし、私は当然いただきますんで、その辺もよろしくお願いします。はい、ノクさん。株も FX チャートは同じものを使いますけどね、それぞれの違いもありますが。はい。やっぱりね、株と FX の共通点って何かっていうと、ロウソク足とチャートは同じのを使ってるんですよ。だから、ちょっとね、トンチみたいになりますけども、チャートとロウソク足が同じだからといって、じゃあ、FX と株に共通点が多いかって言ったら、そんなことはなくて、共通点の一つが、ロウソク足と、チャートってやつですからね。やっぱりね、かなり違いますね。株っていうのは会社一つ一つを扱ってる会社の価値をこう評価してるわけですからね。やっぱりね、為替っていうのは違うんですよね。ドルと円、たった二つの軸の強さ弱さですから。だから無数にある会社をやり取りする株と、それから二種類しかない円とドルをやるFX とはちょっと違ってきますね。もちろん通貨のペアっていうのもたくさんありますんで、そう考えたら、なんか似てるよねって思えなくもないんですけども、根本違うんですよね。国の強さと国の強さと言ってもいいぐらいですから。で、会社ってのは、株ってのは潰れるんですよ、会社が。でもなんか為替が潰れるってことはほとんど考えにくいんでね。潰れそうなやつってのはね、為替に乗ってこないですしね。はい。清美さん、先ほど西条の動画を見ました。ありがとうございます。なんかね、複雑な思いがします。やっぱり、ショッピングセンターを作ろうと思ったら、空き地を探さないといけないときに、私も不動産の仕事をしてたんでね、やっぱりね、農地とかになってくるんですよ。休館地とか、給油地とか、耕作放棄地っていうのを中心に買うことになるんで、田んぼを潰すのは潰すんですよね。それから、やっぱりね、田んぼをやってらっしゃる農家さんにしても、後継ぎもいないし、この先ね、何年やれるかわからないものを今のうちに金に変えておこうみたいなときに、営業マンさんがいらっしゃったら、売ろうかって話もなりますんでね。で、やっぱ土地の所有権者としても、自分のもともと耕していた田んぼが多くの人が集まるスーパーやショッピングセンターになったら鼻が高いですからね。いろいろな思いがあって、いろいろな立場から物を申すわけですけども、いやー、田んぼを潰してスーパーにするのはもういいんじゃないですかと私は勝手ながら思ってるんですよね。はい、清美さん、無理なさらないでください。大和くん、時計で大丈夫です。ありがとうございます。はい、のくさん、雨降って少しだけ涼しくなりました。東京周辺、今年は35度超えが多く、記録的に暑い。やっぱ暑いですよね。私たちが、10代や20代の頃の暑さと、なんかもっともっと厳しくなったっていうのは本当なんですかね。なんか私はね、なんか感じ方が違うんじゃないのと思って、なんか昔も今も暑いのは暑いだろうと思ってたんですけども、温度が高くなってるんですよね、やっぱ実際に。そう考えていくと、私たちが、幼い頃ってのは扇風機で間に合ってたわけなんですよ。今はもうクーラー必須でね。私なんて全部屋クーラーつけましたよ、この7年で。毎年毎年ジャパネットにね、1台2台と購入していって。ノクさん。昔三菱自動車だったかな。チャートを見て上で行けると思ったらリコールが起こって大損。まあ、デモトレードでした。こればっかりは急に来るから怖い。ああ。なんかね、空飛ぶタイヤって映画にもなってましたけどもね。長瀬優也さんバージョンと中村徹バージョンで。三菱だったかな。日野自動車だったかな。まあ、なんかトラックのタイヤが、なんかこう、吹っ飛んでですね。なんか、お亡くなりになった方がいたみたいな感じで、それが整備不良なのか、それとも、車としての欠陥があったのかってことで争われていたんですけども、結局、車の欠陥だったらしいですね。というのが、新車で、間もなく事故が起きてるわけなんですよ。
だからそれが新車でなければ、整備を繰り返し繰り返し繰り返して、やった車だったらね、事故った車なら整備不良も考えられるんですけども、新車でタイヤが吹っ飛んで死亡事故が起きるっていうのは、これ明らかに整備不良じゃないだろうみたいな、構造的欠陥だろうってことだったんですよね。それをずっと隠蔽したわけなんですよね。で、リコールみたいな。はい。あの奥さん、全室クーラーはすごい。いや、本当にね、全室クーラーですよ。もう玄関にまでつけようかなと思うぐらいですよね。私としてはついてないのは玄関でしょ、バスルームでしょ、トイレ。これ3つなんですけど、トイレはそろそろつけようかと思ってますよ。なんかトイレだけ異常に暑いんでね。はい。じゃあ今日のビジネスの紹介は株の話をしましたけども、もう一個ね、ニューポイントクラブという、NPC というですね、代理店ビジネスの話をしようかと思います。この代理店ビジネスっていうのは、まずね、基本的には毎月毎月、その代理店ビジネスに参加した方っていうのは、オートチップで毎月1個、1万5000円分の化粧品を買うことになります。え、1万5000円の化粧品買うの？って、負担に思う方はできないです。というのが、ビジネスで参加するわけですから、1万5000円で仕入れた化粧品をね、1個ですから、それは売りましょうよ、1万5000円のものぐらいは。ね、その1万5000円で仕入れたものが売れない人にね、もうビジネスできませんからね。そればかりか、月にやっぱり50万とか100万売っていかないと、自分の求めていた年収にならないわけですから。やっぱりね、代理店ビジネスって、まさに自分で店舗を持つわけですよ。だからね、やっぱこう、まあ今日はね、たこ丸さんがいらっしゃってますけども、たこ焼き1個売るのだって、あの手この手で工夫したりとか、現在の相場とか仕入れの価格とかね、健康じゃない、衛生管理とかいろいろしながら、やっとお客様に手に取っていただける。でもそれでもやっぱりずっと続けるわけですからね。で、単価がやっぱり300円とか400円なわけじゃないですか。やっぱ大変ですよ。数こなさないといけないし、数こなそうと思ったら、勤務時間も長くなったり、それからね、時間的制約も出てきますしね。それから食中毒リスクとかもあるんで、衛生管理もちゃんとしないといけないけども、持って帰るお客さんが衛生管理ちゃんとしてるかどうか分かりませんからね。まあ、その中で化粧品っていうのは、言ってみれば売りやすいわけですよ。1個で1万5000円とか2万円取れるわけですから。それこそ一瞬でなんかね、商品1個売れましたみたいになるわけですから。まあ、そうやって、なんか代理店ビジネスっていうのは、自分でコンビニを経営するようなもんなんで、頑張っていかないといけないですよね。代理店ビジネスにチャンスを見出したのに自分では売りませんみたいなことになると、これは何をやってるんでしょうかってことになっちゃいますからね。で、その代理店ビジネスなんですけども、やっぱりね、私が紹介する以上、ちょっとした特徴があるわけですよ。今日はその特徴だけ申し上げて、このライブ放送終わっていこうかと思いますけども、そのニューポイントクラブっていうのはね、入会してポイントを買うんですよ、まずは。その買ったポイントによって、化粧品を仕入れて、化粧品を売って、それで現金利益を出していくっていう方法なんですけども、その、最初にお金を払って、そのニューポイントクラブの、元会社からね、ポイントを買うわけなんですけど、そのポイントがなんとね、NFT も買えるらしいんですよ。で、NFT って言うと私は結構否定的なんですよ。でも、否定的でもマーケットは育つんですよね。世の中っていうのは正しい方向に動くとは限らないんですよ。ですので、私が NFT に否定的でも欲しいという方がいれば、それはもう商売になっちゃうんですよ。で、例えば私がね、扱う、このニューポイントクラブで扱う、NFT の商品っていうのは、マイケル・ジャクソンの何かなんですよ。マイケル・ジャクソンの商品の裏付けとして NFT、証明書がつくわけなんですよね。だからそれを買うんだったら私はマイケル・ジャクソンの一ファンとして買いますからね、まず。で、マイケル・ジャクソンファンを、例えばコミュニティを作ったりとかして呼び込んでいて、そこに売るってこともできると思うんですよ。例えば YouTube チャンネルをマイケル・ジャクソンについて語ろうみたいなチャンネルを作るわけじゃないですか。Facebook のグループでも LINE のグループでもいいから。まずそこに人を集めていって、マイケル・ジャクソンのいろんなエピソードを話していって、NFT 裏付けの商品がこんなありますよって紹介したら売れるわけじゃないですか。ね。だから、ニューポイントクラブでマイケル・ジャクソンの NFT が出ますよって言っただけで、私はこのぐらいの戦略が浮かぶわけですよ。あとはそれを粛々と無理なくやっていくだけですから。そしたら儲からないわけないでしょ。それで儲かるっていう目算がつくからやるわけなんですよ。野口さん、もう詳細は出てるんでしたっけ ?NPC。初期費用とか1万5000の他にあるんですかね。初期費用はね、ちょっと今のところ私が捉えてる情報では、入会した時に商品は最初2つ買って3万円なんですよ。それで商品が2つ届くということで、そこでスタートらしいです。概要書面の細かいところまだね、読んでないのと、私もね、8月10日から正式にスタートだったんで、それまではずっと内定だったんでね、で正式スタートだったんで、概要書面を確認しながら、セールス動画を一般公開でね、NPC については全部一般公開動画でこれから流していこうかと思いますんで、まあ、詳細はね、ちょっとお待ちいただければと思いますけども、説明会も何もないんでね、本当になんか、こう、手元にあるニューポイントクラブのサイトだけが頼りなんですよ、私も。情報が本当限られてますから。
だからとりあえず今聞いてるのは、入会費用っていうのがあるかどうかっていうと、ないと聞いておりますね、今のところね。ただ8月10日以降のニューポイントクラブのペーパーには付加されるかもしれません。今ね、ニューポイントクラブの事務所が休みなんで、15日から再開しますんで、その時に、ニューポイントクラブのホームページが刷新されてなければ、別に入会金はいらずに書面を書いて、で、商品を最初2個買えばスタートできるよってこと。あとは、毎月1個の商品1万5000を買えば、とりあえず権利はずっと保有できるんで、自分のバイラルも作っていけるってことになりますよね。で、そう考えたらね、私思うんですけども、毎月1万5000ですから、私の場合は20ヶ月やろうかなと思ってるんですよ、とりあえず。30万じゃないですか。30万を2年近くで投資するビジネスですよ。これ儲からないわけないと思うんですよね、私的には。30万初期投資して50万ぐらい売り上げ作れるんじゃないかなと思いますけどね。逆にそれができないんだったら、あらゆる商売できないと思うんですよ。はい。ノクさん、初期費用が今の情報だとすると、そんな高くないですね、商売始めるには。ほんまに高くないと思いますね。少なくとも5万とか10万かかることではないと思いますから。無料とか9800円じゃないですか、入会金があるにしても。まあ、今月じっくりと時間をかけながら、ニューポイントクラブにつきました、動画でね、紹介していきたいと思いますので、そちらの方をご覧いただければと思います。とりあえず今日はね、会社概要のホームページの方から動画を1本作りましたので、会社の位置とかね、会社の代表者の名前とかね、あと連絡先とかって、こういうのから出していきます。先方さんどうもおはようございます。FX 動きが難しいですね。昨日は鎌倉に行って美味しい白玉あんみつ食べてきました。エントリーチャンス来るまで我慢。はい。そうですね。私の場合は昨日はね、ちょびっとエントリーしたんですよ。緩やかに右肩上がりかなと思ったんで、倍の方で入って、一回ロスカットを食らって、もう一回は大きく利確したわけなんですけども、大きくって言ってもやっぱ苦しかったですよ。含み益がほんのちょびっとだったんでね。ただ昨日は、しっかり取れましたね。逆に言うと昨日ぐらいしか取れなかったんじゃないかなと思うぐらいです。なかなか面白かったですよ。今はだから、結局は半値戻しになりましたよね。内閣人事でドカーンと下がった後、半値戻しまで来てるわけですよ。振り返ってみたら。だから難しい中でも、ずっと張り付いていれば取れたかなっていうところがありますんで、非常に難しかったです。だからそれね、無理せずに鎌倉行った方がいいですよ。今回は、先方さん。鎌倉でいい思い出作って、来週から頑張るぞのが絶対いいですから。最近は暗号通貨が動かない。動かないですね。逆に言うと、ノクさん暗号通貨って動かなくなってくると、一つ仕込み時なんじゃないかなと私は考えるんですよね。で、動かないってことは、なんか売るつもりのない人がもう放置してる金額が今なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばビットコインっていうのも、いろんなアカウントとかウォレットに放置されてるのがあるわけですよね。ひどい時には暗号解読キーがなくなっちゃって、もう取り出せないみたいなんです。そういうのが底を作ってるんじゃないかなと思いますし、あとは資金が余っていてビットコインを買った人が忘れているとかね、10年後とか30年後に決済するつもりで放置してるみたいな人がそこを固めてると思うんで、そう考えたら、そう仮説したらですよ。いささか、裏付けのない話でありますけども、ビットコインも300万が底ね、イーサリアムも205万、25万ですか、25万が底ねって考えても、そんなおかしな話じゃないのかなと思ってるんですけどね。まあ私どちらも今含み益なんで、いつ決済しようかなと思ってるんですけども、ただ別に資金に困ってるわけじゃないんで、決済慌ててしなくてもいいんですよね。つまりは、お金がない人はもう早めに決済しちゃうんですよ。もう、ある程度お金がある人って、含み損が出ても別に決済しないし、一時期含み益だったものが、その含み益を減らしたものに関してはもっと決済しないんですよ。つまりお金があればあるほど、投資したお金をほっとくことができるんですよ。お金がない人っていうのは、決済して売り逃げしてもう今いないっていうふうに考えていくと、かなり暗号通貨もバランス良くなってきたんじゃないかなと。で、以前みたいにバンバン動くことがなくなったっていう意味では暗号通貨の持ち味はなくなりましたけども、結局そういうふうに安定してこないと、単なるブロックチェーンから暗号通貨になっていかないんで、こっから実際に商品やサービスをやり取りする、まあ、いわゆる実需が生まれてきやすくなるんじゃなかろうかと思いますよね。まあ、暗号通貨はね、決済手段に使われるってことはまあないと思いますけどもね、やっぱり不安ですよ、なかなか。はい、ノクさん。まあ、私や久保さんは長期投資みたいなもんですが、暗号通貨。そうなんですよね。だから多分ね、来年も再来年も3年後も5年後も別に上がった下がったとは言いますけども、多分売らないと思うんですよね。で、売るっていう気持ちになんないと思うんですよ。なかなかね。まあ、あれじゃないですか。税金払うときぐらいじゃないですか。もしかしたら。あ、いかさんどうもおはようございます。
どうも今日は6時間際でございました。相川さん、最近いかがですか？暑い中だと思いますけど、お盆休み入ったんじゃないですか？お盆休みってのは最近ないんですかね？いや、ということでね、今日紹介したいのが、8月16日のストーンさんとの株スクールの話が一つ。それから、代理店ビジネスのニューポイントクラブ。こちらの方も、速稼塾のホームページで更新しますけども、基本的にニューポイントクラブに関しましては、一般公開動画で出していきますので、現在はサブチャンネルからですけども、あとね、3日後ですか。今日が土曜日でしょ？ 13日土曜日。ね。今日明日を過ぎたら15日からはまたね、メインチャンネルからの放送になりますので、そちらの方にニューポイントクラブの情報はどんどん出していこうかと思います。AD はそろそろ次の大きなアップデートがもうすぐなので、それでどうなるか楽しみ。確かにね、体のはね、最近体の本が出たでしょ。体の本が出たんで、私Amazon で注文して買いましたよ。早く届かないかなと。で、体の本もどんどんね、こう、レビューを紹介していきたいと思います。一部抜粋しながら。いやー、なんかね、やっと体のエイダー始まるんじゃないかなっていうふうにワクワクしております。皆さんの投資スタイルはいかがでしょうか？ノックさん、体の本、面白そう。面白そうですよ。うん、やっぱり初めての体の本じゃないですか？以前、リップルの本とかビットコインの本ってのはね、そこそこ買いましたけども、私はね、今ね、NFT とかね、それからメタバースなんていうのを見るよりも、もう絶対にやっと体のだと思いますね。マーケットもなんか温まってきたんで。はい、ということで今日は以上でございます。どうもありがとうございます。あとはね、ロスタイムに入ろうかと思います。私の今日の朝食は、大好きなメロンパンでございますね。これを食べて、今日は朝の体力をつけようかなと思います。まあ、パンで体力がつくかどうかわかりません。令和おじさん。これはアフィリエイト B のね、コンテストの時のうちわですね。ああ、涼しい。やっぱね、金の匂いがするな。みたいな。はい、どうもお疲れ様でした。今日は以上でございます。FX の相場解説は今日はありませんけども、オリガルヒの皆様には、週間まとめ33週が入っております。33週ってことは、あとね、15回で終わりですよ。週間まとめも。1年間48週でしょ。感慨深いですね。どうもありがとうございました。いってらっしゃい。